なぜ「アナと雪の女王」は大当たりしたのかあ。不思議ですよね。あの、「アナと雪の女王」ってそんなに映画として面白くないと思うんですけども、えー、大当たりしましたね。で、多分もういろんな人が気がついてるし、あの、 僕、そういうニュースとか評論とか見てないので,です、ね、知らないんですけども、「なたと雪の女王」って明らかに変ですよね。あのみんなが感動するあのレリ・ゴーっていう歌あるじゃないですか。レリ・ゴーは、もう私はあらゆるしがらみから離れて自由になったわっていうので歌ってて、それはもう家族のしがらみも、なんか立場も全部捨てて、たった一人で生きていくのは私は雪の中でも寒くはないわっていう、人間の孤独の素晴らしさを歌い上げたやつで。 な,なんでそこでこう感動しちゃうんだろうねって俺たちはあの歌をすごく感動するのは強いからなんですよね強いっていうのは人間っていうのは孤独じゃいけないとか誰かとつながらなきゃいけないという脅迫観念が僕らの中にあるんですねそれはなんかいろんなメッセージドラマとかニュースとか先生とか親とかみんな言うじゃないですかつながりを失っちゃいけないっていう そういういもすべて捨てないと人間には独立っていうのがないんだと魂の自由っていうのは孤立をベースにしてるんだっていうすごいこと言ってるんですそれで感動するんですけどところが映画の最後はまあそんなこと言ってもお姉さんと妹と仲良くなりましたとかですねお姉さんの,あの超能力は夏でもスケートリンクができるようなめでたいところになりましたみたいななんかねぬるい感じで終わってるんですで映画としてはそれは面白くないあの歌の部分が最高地点としてそこから先はこうだん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 下がっていくっていうですね なんでしょうね「あの千と千尋」のの神隠しを見てる時に一番近いのかな千千と千尋ってあの変な化け物が古屋に来てみんながパニックになるあたりが一番面白くてそっから先にだん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 「なんじゃこれ」の映画になってきてで一番最後お父さんとお母さんが「人間に戻りました」って言ったらついこの間までもうなんかこうその湯屋全体が「そんなことはさせまいぞ」とか「千お前にはこのミッションはこなせまい」って言ってたやつらが全員で「おめでとう」とか言って。<laughs> 宮崎駿のシナリオは相変わらずめちゃくちゃでたらめって思ってたんですけどもなんかそれと同じようなでたらめがでその千と千尋がジブリ作品の中でやっぱトップクラスの収益なんですねだから映画の中であんまり整合性って求めるんではなくて映画って多分その歌詞とか歌みたいなもんだなっていうう,にこう思いましたのでなぜ穴行きはあの大当たりしたのかっていうのは基本的に何でしょう言い方いろいろありますあの一番冷たい言い方をするならば大当たりしたのは 誰ででもわかかるような面白さにしたからですねつまりさっき言ったな整合性とかそういうのを考えずに生理的な快感で孤立するのよって言ってたからあーなんかやっぱ家族っていいわみたいな普通の話にしたからヒットしたという言い方もできるしうがった見方するんだったらば映画のゴールっていうのは所詮ハリウッド映画であったりエンターテインメント映画であったりする限りは平凡なことを言うしかないんですよ。 映画の最後で人間は孤独が素晴らしいって言ったらそれはもうホドロフスキーなんですよアートなんですねアート映画だったらラストで何言ってもいいんですけども芸能映画とかですね一般のエンターテインメント映画というのは最後に平凡なことを言わなきゃいけないんですねだからその家族は素晴らしいとか信じることは素晴らしいそこまでの紆余曲折がいかにものすごいものかっていうのがエンターテインメントの面白さだと思うんですけど穴行きの成功はその 作ってる側の本音が思わず出ちゃう、あのレリー・ゴーという歌で出ちゃうぐらいすごかったからだというのが、なんか僕の感じてることですね、ナイきのヒットした理由。